京都大学。さすが。そういうことか。俺知らなかった。だから、looking at the countryside and the cityscape isn't bad either。え、ごめん。俺これできない。でも、でもこれはすごい気持ちいいね。じゃあ日本語を英語にするってニックの頭だとどうする？俺は手を挙げてちょっと家に帰りますっていう無理ですっていう。これどう読める？日本語漢字読めないっすよ。これ一回読んだ方が分かりやすいかな、うん、これ分からない。でもありふれた街並みを舐めてるのも悪くない。そこに見かけるきっとこの先で会おう。その人はそれぞれにその人なりの喜びだね。いや悲しみともに暮らしている。そう思うと自分の悩み事もどこか遠くに感じられて心が振って軽くなる気がするのだ。Right. ここは保養だね。目の保養って聞いたことある？目の保養。へえ、聞いたことない。そのおかげでリラックスできるとか。ちょっと一つ言っていい？これをやってる人たちは本当に日常的な英語もペラペラってことですかね。いやー相当難しい、うん、そのままできない英語に。車の窓だっけ？これね、車窓っていうんだけど、まあでもそういう意味ですね。電車なの。あ、電車ね。なるほどね、車窓ね。あ、電車の窓ね。その名前っていうのもまた捨てがたい。ここに美しい自然が広がっていれば、たらたら目の、あ、目のなんだっけ。保養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 。え、もう一回意味を。目の保養っていうのはそれを見ることによってリラックスできるとか。ああ、だから目の保養。でもあれ、これめっちゃ難しい。しいもうだって、ふっと軽くなるとか、英語にあるの。え、ごめん、俺これできない。でも、ごめん。説明して。説明ね。まず、簡単な日本語に書いてる。まず、数ある楽しみって難しいね、これね。うん。数あるってたくさんあるって。うん、たくさんあるね。たくさんある旅の楽しみ。うん。英語にしちゃったらこれバレちゃうから。難しいね。いっぱいある中で、電車の窓から見た外の眺めっていうのも、これがね、捨てがたいっていうのも。だから、そこまで大事にしないってことかな。逆捨てがたい、大事にしたいってこと。がたいはられないだから捨てられないのね。なんでだからそのまま訳しちゃうとでも difficult to throw away とか意味わかんないんで、それだって意味は捨てがたいっていうのはこれもいいよね。そういうことか、うん、俺知らなかった、ね、俺なんか食べたがってるのと全然違う、うん、だって捨てるじゃん。あ、なるほどね。例えば日常どう使うかっていうと、今日何食べるって言ってカレーかな、あーでもハンバーグも捨てがたいよね。なるほど、こういう日本語の表現があるってことね。そう知らなかった。そっちもいいよねってこと、うん、これもいい。だからそこに美しい自然が広がっていれば、たらたら目の保養になる、うん、When there's a lot of nature, it's like pleasing to the eyes or something like that、うん、こうそうね、こうそれを見てるだけでもあいいな、ちょっと気持ちいいね、うん、like relaxing to the eyes。 そうでもありふれた、ありふれたよくあるよね。ありふれた田舎、うん、いや街並みを眺めている。だから looking at the countryside and the cityscape isn't bad either、right. そうあとはその通りですね、うん、そこに見かけるきっとこの先で会うこともなさそうな人々は皆それぞれにその人なりの喜びや悲しみその身に暮らしている。 So when you look、うん、well, when you look there are people that you'll probably never meet with their own with their own happiness and own tragedies。 その人たちも持ってる、もう会うこともない人たちだけど、うん、その人たちにもそういうものがある、があるってことね。でも分かる、その気も。たまになんか電車とか車なんか全然単にこの人と絶対に話すことはないけど、うん、この人は自分の人生があるなみたいな気持ちですよね、これね。そういうことです、うんうん、そう思うと自分の悩み事もどこか遠くに感じられて、ああなるほどね、まあ、my problems kind of seem、 俺は遠く感じられるは翻訳すると、うん、like I'd say small、 そう like my problems seem a little bit small and my heart feels a little bit lighter。 いいですか、ね、そう go far away じゃおかしい、ね、そう go far away は英語で、でも my problems seem small って書いたらどうなります、うん、いやそれで大丈夫ですか。そういうふうに、うん、いわゆる日本語をそのまま英語にしたら間違いになるものがいっぱいあるので、うんうんうん、それをどう自然な英語にするか、うん、だからこういうなんか C じゃないけどすごい気持ちいい感じの日本語がちょっと難しいね、うん、翻訳するの。そういう文学的なものをどう英語にするかっていうの。いやーこれは難しい。
と書いてみよう、ちょっとなんか。あ、OK、OK。Alright。できた。あ、おぉ。OK。ちょっと読んでいいですか。OK。はい。Out of all the joys in travel, one must not forget the view from a train window. Looking at the beauty of Mother Nature is no doubt relaxing to the eyes. But there is also merit in viewing the countryside and cityscape. There you will find people who you will most likely never meet, living with their own joys and sorrows. Thinking about this makes one's problems seem a little smaller and one's heart a little lighter. みたいな感じはどうですかね。数ある。All the joys。だからたくさんの中で。ああ、全部じゃないんだ。旅行の楽しみ、たくさんの楽しみの中でっていうこと。これ、many とは違う。Out of many。many と一緒。Out of the many joys in travel。Out of all the joys in travel, one must not forget the view from a train window。まあ、忘れないとかは使ってないんだけど。これ忘れちゃダメだよ。そうそう。でもそういう。ダメだよっていうね。Looking at the beauty of Mother Nature is no doubt relaxing to the eyes. いいね、Mother Nature とか。But there's also merit in viewing the countryside and cityscape. Countryside でいいかな？まあ、cityscape かな？街並み？There you will find people. そう、だから俺直訳してないんだよな。いや、でもそう俺がいい。直訳しちゃいけない。There you will find people who will most likely, 多分、most likely never. never meet with their own joys and sorrows.自分の心の自分の喜びと、悲しみを持ってる人たちがいい。Thinking about this、これは Thinking about this、俺ちょっと納得いってないんだけど。そうだ、When I think about this。そうだね、When I think about this。あ、これは自分について話してるんだ。When I think about this。なるほどね。When I think about this の方がいい。あ、それはいいね。When I think about this、my problems seem a little smaller and my heart's a little lighter。まあいいんじゃないですか。それも問題です。日本語主語が出てこないんで。誰かが分からないから、それを英語にするときは補わなきゃいけない。なるほど。この間でも考えた、楽って英語にするの難しいと思って、いっぱいあると思って、状況によって。 There's many ways to say this. Is a cinch って聞いたことある。何？ It's a cinch。 なんだろう、 cinch。 そうそう。 It's a cinch。 it's a cinch。 Easy thing。 Cinch。 Easy task。 へー。 ああ、たやすいことね。 そうそうそう。 あんま今使われてないけど、 そういうことがあります。 It's a cinch。 楽だよね。 そうだ、 いい意味で言うときもあるし、 悪い意味で言うときもあるし、 楽をするって言ったらネガティブだし、これ難しい。でも、この前の共通テスト、どっち先にやる？あ、共通テストは先に言ってる。先。この前の共通テストだったら、俺こっちの方が結構好きなんだな。あ、好き。ああ、なるほどね。こっちの方が楽しい。ちょっと自分の味をつけることができるから。まあでも共通テストはね、たくさんの人の方が全然多いでしょ。でもこれはすごい気持ちいいね。なるほど。You can use your creativity. Yeah. あとなんか、文がちょっと面白いなって思った、俺はね。もっと文学的。そう、なんかテーマは単純だけど、文がちょっと紛らわしくて、でちょっとディープじゃん。これめちゃくちゃ好きだった。おお、こういう授業があったらめっちゃいいと思う。これは、これ京都大学。さすが。これは？あ、それはエッセイ。ああ、なるほどね。日本語で書くんですか？英語で？英語で、英語で。大学で研究をする上で、あなたが最も重要と考えることを一つ、like give right、あげ、その理由を。いや、いっぱいあるよ。俺、大学の研究より。まあ、こういうふうに日本語も考えられるしね。そうだね。なんか、1のその難しい、such as the pace of what is blindly、なんか、人の論文とか、これもちろんなんか、本じゃなくて論文みたいなもんじゃん。を読むときに、英語でも、パッと見た瞬間に、理解できないと、偉そうに言ってるんだけど、でも、もっとなんか、簡単な英語でもいいなって思った。あ、そうだね。わざわざその such is the pace of what is blindly labeled global change とか、まあパズルみたいなもん、パズルみたいなもんだな。ちなみにどっちが好きですか？こういうだったら、こういうのだったら、まあ京都の方が面白い。そうね、これはね、こっちの方が楽。俺はこっちの方が楽だった。やっぱその楽しくなって書きたくなったから。でも変わってるかもしれない。俺、図書館の質問俺許せないんだけど。めっちゃ。あとはテレビの。ああ、そうね。あれは中国人ね。そうそうそう。俺のニックの絶対ならない正解なんだけど、共通テストとかこういうの、例えば理科に興味がある人
に全部理科についてのリーディング、もっと興味があるとすごい読みたくなるから、こっちの方がいい。ああ、これ共感できたけどな、うん、こういうのね。俺も実際なんか電車とか乗ってる時にこれやってるから。なるほどね。ああ、いやー、これはすごいいい問題だったと思います。楽しかった、はい、じゃあということで、はい、他が肉が楽しめたと思います。ありがとうございました。はい、楽にしてやる。はい、楽にしてやるって殺すって意味ね。嘘、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、 I'm gonna put my money、 I'm gonna put you to sleep みたいな。そう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 、まあ、あれさ、これをちょっと賢く編集してくれる、これだけ賢く、あの、うん、お願い。